皆さんこんばんちは、たかのりです。今日もですね、好きなグレーのドラムフレーズボリューム、3というわけでですね、前回ねモアザンでこうドラム頭の、曲だったんですが、今回もですね頭ドラムの曲でしてね、これは欠かせない、誘惑ですね。はい、誘惑の、頭こうなんかね、永井さんがおっしゃってたのが、なんかねグレーのドラムって難しいよってなんかね、あるセミナーかなんかの瀬戸さんかね言ってたらしくてですね、分かったっつって、ものすごくシンプルにね、スネアシングルストロークでただこうタタタタタタって叩くっていうね、はい、ことをやってくれました。はい、それではやってみます。しかしですね、ただこう闇雲にシングルを叩くわけではなくてですね、最初にまず頭に装飾音タラタラっていう装飾音が入って、だん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 こうピッチが上がるようにね、リムの方にこうだんだんこう寄って音が高くなってるんですよね。これがこだわりですよね、きっとね。だからダラダラタタ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 タってね、ちょっと上がっていくみたいな感じ。僕ちょっとこだわり、シンプルながらもこだわりがある、スネアの、はい、フレーズですね。ちょっとゆっくりやってみます。はい、こんな感じでね、だんだんこう最後の方リムショットで叩く感じで、カン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 みたいな。でその後、変拍子が入って、サビに入って、こうね、疾走感のあるサビにこう入るみたいな、なかなか、素晴らしい楽曲だと思います。はいですね。そしてですね、まだまだきっとグレー、好きなドラムフレーズやっていきたいと思っております。はい、それではですね、本日もご視聴ありがとうございました。車椅子ドラマー高典でした。ほいじゃあまた。